起立、気をつけ、礼、お願いします。はい、お願いします。では本日はオープン男子シングルスカル D の授業を始めていきたいと思います。まず出場する荒木選手と長金選手の紹介をしていきたいんですけれども、ボート部さんの合宿所には部員の方のご家族ですとか OB、OG の方からの差し入れがいっぱい届くそうなんですね。荒木選手のご家庭からはでは一体何が届いたかご存知の方はいますか？はい、はい、三浦さん。はい、乾燥機です。はい、そうですね、乾燥機がなんと届いたんですね。ではこの差し入れの内容から考察できることは一体何でしょうか？はい、はい、三浦さん。はい、まあ、このような心強いご家庭のご支援により、荒木選手はこのレースで絶対に 100% の力を出せること間違いなしです。はい、それはもう確実ですね。はい、では続きまして長金選手の紹介に移りたいと思います。長金選手なんですけれども、なんと1年生の時に海外遠征に行かれたそうなんですけれども、一体どこの国に行かれたのか知っている人はいますか？はい、はい、三浦さん。はい、ニュージーランドです。はい、なんとなんとニュージーランドに海外遠征に行かれたんですよね。はい、もう遠征で鍛えられた精神力と実力はきっと確かなものがあるのでしょう。そうですね。あ、先生、先生。はい、はい、はい、私知ってますよ。はい、と長金選手は今年のお花見レガッタのシングルスカルの決勝戦でも第2位に輝きました。はい、でしかも確か東京大学の選手にも勝ったとか。これはもう長金選手の勝利は間違いないと言っていいのではないでしょうか。いや、いいですね。あ、ところでここで冒頭応援で使う応援歌が何か知っている人はこの中にいますか？はい、はい、三浦さん。はい、トートの流れです。はい、そうです、トートの流れです。その流れ、大正9年にボート部のために作られたとか。はい、そうなんですよね。とっても歴史が深い応援歌なんですよね。で、このトートの流れはゴール直前のもうラストスパートをかけるとっても盛り上がるところで使用する応援歌ですね。特に一興一興いざ震えの部分はみんなで歌いたいポイントだと思います。もう重要なので、相当の流れ夏に出しますよ。はい、はい、ということで、そろそろレースが近づいてきました。はい、はい、みんなで相当の流れ歌いつつ、長金選手、荒木選手応援していきましょう。はい、頑張れ。レースナンバー5番オープン男子シングルスカル、2レーン一橋大学 A、 長金優希、3年小学部昭和学院修英高校出身。3レーン東京大学 A、 石渡亮が、2年文化三類聖光学院高校出身。4レーン一橋大学 B、 荒木大輔、3年経済学部海城高校出身。